こんにちは柏龍一の今日の「インテリエンスを始めさせていただきます今日は学歴コンプレックスの岸田首相のもっては国民は不幸であるというテーマについてお話ししようと思います、まあ、これはね「朝日芸能」という雑誌がありましてこれのねあのネット版からね採用しましたあの時藤検索という方がね書いておられまして時藤検索さんはよ,より割合ねいい記事書くんでこの記事だったらいいだろうと思って、えー、紹介することにしましたまあちょっと読み上げてみますね 閣僚に相次いで問題が起ころうともどこか馬トー風の感がある、えーえー、岸田文雄総理、えー、外遊を優先し地元で行われる来年の広島サミットへの地ならしに力を入れる姿ばかりが目につくとその根底には野党は弱いから何があっても大丈夫いざ選挙となれば連合にもつばをつけてあるし公明党もいる負けるはずがないとの安心感があるようだがどうもそれだけでは片付けられない不可,不可解さが残ると。 そんな中政府関係者がその独特な思考パターンについて唖然とさせられることをこっそり明かしたと岸田首相の思考上のキーワードは東大だあの人東大じゃないのにね東大への思い入れは半端じゃない官僚と話,している話をしている時も折に触れて東大の話を持ち出す特に財務官僚旧大蔵官僚に対する場合には突っ込んだ話になる。 君東大法学部なんだろうと切り出しさらに受験,受験時には「竹試験塾どのぐらいやったの?な切り」などと言い出すようなこともあると。よほど東大にれていた、たた入りたかったのだろうとちなみに験丹とは試験に出る英単語のことで験塾とは試験に出る英塾語のことである。岸田,首相岸田総,理総理が受験生であった頃東大を目指す学生内間で必須の暗記アイテムとされていたものだと。 同関係者によればこうした場違いな質問をした後と「俺ももう少しやっておくべきだったなぁ」などと当時を実界してつぶやくというとしかもいいなぁ東大大倉素晴らしいエリートだ」と羨ましげに相手を持ち上げることもあるというのだ3回受けてもダメだったがゆえの東大コンプレックスなのかもしれないが総理の場合やっかみではなく純粋な羨暴な形となっておりしかも相手を評価するベースとなっているのがこれまた不思議なところだ。そんな見解を示しつつ 同関係者は岸田総理の政治の場における東大大蔵振興に話を転じた側近として最も信頼している木原政治,木原政治です、ね、も東大大蔵それに統一教会問題で実質的に肯定された山際大志郎さん、ね、山際元大臣です、ね、に代わって経済再生担当に抜擢された後藤茂之氏もやはり東大大蔵だと彼らに任せておけば大丈夫と思ってのことだろうか。 政権運営ににおいいいててさえそれほど学歴等に重きを置いているとだからもう学歴が全てなんですねあのなんですかあの岸田首相にとっては。で自分が入れなかった東大に対していまだにね憧れを持っていると。なんかちょっとおかし,おかしくないですかやっぱりねあのこんな例実はいっぱいあるんですけどもうちょっと紹介していきましょうかあのあれなんですよね斎藤健さんという方がね大学で大臣になられましたよね。彼もやはり東大だとしてきながら 輝かかしいばかりのの経歴に目,目がくるんだととであると、えー、実際斎藤氏は東京教育大学付属駒場高校現在の筑波大学付属駒場高等学校を経て東大に入学、えー、と卒業後には通商産業省、まあ、現の経,、えー、経済産業省ですねに入賞した上ハーバード大学ケンディスクールに留学し修士号を獲得している人物だとこの経歴がものを言った。斉藤は今年8月 秘書が統一教会の関連団体の会合に出ていたことや選挙に際してビロ配りや集会の開催など教会の関係者から支援を受けていたことを自身のホームページで明かしているがそこには目,目をつぶった上での抜擢だっただから統一教会と関係がない人を入れるって言ってて自分で兄ちゃんと暴露してるのに東大だからっていうので入れてしまったもうね同関係者は相談時で、えー、うんざりした様子なのであると確かにうんざりしますよね何なんだよと。 でまだ,まだあるんですよねう更迭のおよそ10日後11月20日から21日にかけて慌ただしく行われた総務省の入れ替えでも同様の力が働いていると同関係者は続けた。数々の政治と金の問題で更、えー、鉄に至った寺田実氏はいまだに総理好みのピカピカの経歴だ。そもそもも義理の祖父が池田で 高知海の海の上であるという結膜に加えて東大法学部を経て大蔵省入省という総理にしてみれば、のエリート街道を歩いた人物でもある。毎週のように新たな問題が露見しその度国会で厳しく追及されようとも唐突に踏み切らず最後の最後までかばったのはこうしたことを踏まえてのことであったとみられるとまた後任になぜか松本武雄を選んだというのも東大卒で優秀だ,からだったからだろうと。 要するに、法相交代劇と同じ構図だと。だから、全部ね、もう全部東大、もう東大だったら、台湾という感じで、どんどん東大、東大出身に変えていくと。なんかね、大丈夫なんでしょうかね。しか、確かに、松本氏の抜擢も、斎藤氏と同様、違和感があった。現在は、岸田政権を支える麻生派ながら、旧民主党での議員歴が長く。また、その政権時には、外相も務めた人物でもあったからだと。 だが経歴を通算に見てみると、単なる東大卒ではなく、これまたピカピカなのが判明したのであると。第一に寺田氏と同じく、というかそれ以上の結末を有していた。なんと初代首相の、えー、伊藤博文の結末であったと。しかも東大法学卒であり、大蔵省にこそ入らなかったものの政府系金融機関の歴史を持つ日本工業銀行に就職したという経歴の持ち主なだからと、えー。政府関係者の言う優秀とはこうしたことを意味するとみられると。 また同関係者によれば秘書官ら何についても総理が東大財務を重んじておりそのことは永田町霞ヶ崎で周知の事実となっているというのが永田町筋はこんな感想を漏らしたと「総理の東大好きは常に有名だがそれはそもそも親族に東大が多く今もそうだからだろう」と「親族となれば親近感もあるし信頼もしよう」「側近らを東大で固めているのはその延長線上のことではないか」 実際岸田総理の父文武氏は政治家で衆議院議員を5期務めたがもともとは東大卒の経済産業省のキャリアでありその弟すなわち叔父俊介氏も東大を経て大蔵省に入省し証券局長などを務めた人物だまた総理には妹が2人いるがどちらも共に東大卒の財務官僚と結婚しているとさらに親類には東大から財務省入りした者がいると。 まあだから東大財務省、東大財務省ばっかりなんですね、周りがね。で、本人が憧れを持つ、別にかわいませんけどね、でもね、人事までね、閣僚の人事までそういうことを観点して決めてるのはどういうもんなんでしょうか、なんかね、ちょっとすごくピンチやなぁと思うんですね、ある意味で日本のピンチですよね、まあちょっとね、僕の受験時はどうだったかなってことをちょっと考えてみるんですよ。そしたらね、個人的にはね、大学受験の勉強法で反省することは本当ありません。 精一杯やったなと、それはもっと構成は良かったなというのは今から考えたらあるかもしれませんよ。でもね、勉強法で試験直試験たん持ってやっておけばなんて、ね、そんなことをね人前で話すことはまずないですね。だからなんですか、その理由は簡単なんですよ。大学を出てから、まあ大学入ってからあるいは大学出てからの勉強論の方が圧倒的に多いからですよね。それは実感としてありますよ。だから受験時に試験たん試験直どのぐらいやったのって言ってる段階で。 もう岸田首相おしまいだと僕は思いますね。えー、単語集やね、熟語集だけでね、東大合格できるはずがないじゃないですか。必要なのはね、やっぱりどちらかというと国語力ですよね。だから多分ね、これは推測ですけど、岸田さんは、あ、岸田さんは言うとあかんか。首相はね、多分あの若い頃にね、本を読んでおられなかったんでしょ。う読書量がすごく貧弱だったからね、多分東大は受からんかったの。そう個人的には推測しますね。やっぱりね。 そそもそもね東大とか京大とかね受かるにはね何が必要かっていうと、まあ、ちょっとちょっとねあの僕の経験を踏まえて言えばやっぱりねあの受験科科目目が多いんでですよ東大にしても大ににししててもも京二次の科目だけでね例えば東大文系の場合だったら英数国にあと英、えー、数国にあと社会に2つかなしかも社会というのがねまたくせんでね論述形式で答えなきゃいけない。 まあだから世界史日本地理とまあ大体3つぐらいありますからまあ昔は公民とかもあったのかなまあ4科目か3科目のうちから2つを取るとこういうことなんですけどすごいね記述量が多いんですよ210の秒とか310の秒とかね。そんなななねねよよっぽど練習しておかいいとできないできすよねだからやっぱりこうなんかな受験科目が多いっていうのがこれ実は武器なんですよ。 ね、こんなこと言って変かもしれませんけどやっぱりねどの科目でどのぐらい点数を取るかっていう割合が割合の設定がもう生命と言ってもいいです。ですから1科科目目ぐららいいねででできななやつがあってもあ他の科目で補うから大丈夫なんですよそういうね力学が分かっていればそんなにねあのそれは頭が悪かったらあきませんよ。でもそんなにあの悪くはないそんなに悪い結果にはならないんですよ。だからやっぱりね 京都大学の場合は特にねもっとひどくてもっとひどくて別にひどくはないんですけど入学試験の結果をね教えてくれるんですよ後にね母校にね母校に行くんですよあんたは何点でしたよってことねあと電話したらわかるというねだからあのー、合格最低点も実は公表してますということは科目で大体ど大体配点が全部分かってるわけですよねそうしたらこの最低点だったらこの科目で何点ぐらい取ったら合格できるっていうのは逆にわかるわけですよだからやっぱりね、あのー 戦略をね、立てられるんですよ。そしたらね、まあ、当時のね、やっぱりね、京大の入試問題ね、科目,科目的に考えてみたらね。一番リス,リスクがあったのは、実は国語だったんですよね。当時の正規昭和50年代後半の、京大の国語は、ものすごく難しかったです。あの、あの、本文読んでもね、答えられないような。そういう問題だったんですよね。 イブセマス水の問題なんか本当に今でも思いますけどひどかったですねあんなん分からへんでっていうねそういう問題だったんですよね。<laughs> だからやっぱりねあのじゃあこうじゃあ国は発想いいってことになりますよねそしたら理系でいったらいいじゃないかそういうことになりますよねだから理系でいったあのすごくあ安直といったらあれなんですけど本当は経済学を行こうと思ってたんですよね。でもこの国はちょっと無理やでと思いましたんで、まあ、理系はね例えば物理と科学だったらね大体全部ほとんど穴埋め式なんですね誘導式でちょっとずつ埋めていったらいいんであこれやったらいけるわと思ってそれでいったっていうわけなんですけどいややっぱりねあのー、リスクありましたよ。 あの本当にね国語で受けてたらちょっと教材受からなかったなとそういうのがありますね今はありますけどね今は理系でも国語がありますけどあの国語はちょっと僕には無理だったなとそう思いますねあの頃は難しかったんですよねまあねやっぱりね一言言えるのはねやっぱりね東大が出ていてていいいいいもももどうううししよよない人っっのはやっぱいるんででですよね政治家でも結構多いでしょ例えばね鳩山兄ですよね。鳩山家の兄はどうなんだ あの宇宙人みたいですよねほとだ、ね、から全然もうなんかこうね北朝鮮とかにね北朝鮮に韓国か韓国行ってで土下座することだけは得意だというねそういう人とかねあるいはね地方のね、えー、<laughs> 地方の商店街を潰しまくったイオンイオンのお母さんなんかはどうでしょうかこんなんでこの人も確か東大だったはずですよねだから東大出ててもこんなんやでばっかりじゃないですか。 でまともなねだから東大は出ていればねまともな人間であるという保証にはならないわけですよだからね重要なことは結局何かって言ったらそれは、ね、安倍首相の例を見たら分かるじゃないですかででですよ志であって学歴ではないんですよ、ね、そういうねその距離感っていうんですか社会に出てねある程度揉まれたらそういうこと分かるはずなんですよでも岸田さんいまだに「あの学歴の方を」って言ってることは結局「学歴の方を」って言っておられるっていうことは結局そのなんですか 社会に出出らられてかのの生き方っっいいいいうううががみたいったなとそういう結論が多分出せるんじゃないでしょうかやっぱりね自分の学歴コンプレックスをね,ね国学歴コンプレックスをもとにしてね国葬屋を運営してはならないとこう僕は思うんですよ。やっぱこ国民が不幸ですよね。こうねなんかもうとにかく東大財務省やったらええわと思ってそれでね全部やるなんてねその人間がどういう人間かっていうことをちゃんと判断できなきゃいけないはずですよ。 もうリンさんも同大ですよね外務外務大臣はだからあんなことにならんて、まあ、本当にねあのやっぱ学歴コンプレックスというのはやっぱり現実を見るさも大変になると、まあ、そうはっきり思いますねだからなんでこんなアホな人がしゅやってるんやろうとつくづく思いますやっぱりね岸田さんの一番良くないのはやっぱり実際に社会に出てなんか ね、活動してるはずなんですけどその時にね何も学ばなかったことですよねどうせ俺は親父を継ぐんだからまあええー、やろみたいな感じでね社会の中でこう猛学というのかねそういう経験は多分なさってないなとそうじゃないとねこんなしつこくね60ぐらい60の仲間になってからで、ね、東大行きたかったなってアホかと思いますよ皆さんもそう思いませんか僕ら絶対こんなやつ信用しませんよなんでこんなやつを政治家にするんだとこうつくづく思いますね。 いや本当にねあの深刻な話ですわあのここなんでしょうかねあのまあ実はねまだ本当はあるんですよもう一件抱えてるやつがあるんですよ何かっていうとやっぱ秋篠宮家ですねあの悠仁さんは大丈夫なんでしょうかここもさっきも出てきましたけどねあの筑波大学附属の,あのなんだっけ駒場が言っておられますよねあんな難しいところに生かして大丈夫なの僕は本当にね心配で夜も寝られません。 本当にねなんでこんなことをするんややっぱ皇室の方にとってやっぱ必要なのは人格教育ですよね。だってそうじゃないですかね昭和天皇の時はどうだったんだ乃木あれ好きですよそういう方が近くにいてそういうところはねなんであの今の人は必要だとかおっしゃらないんでしょうかね。 あのロンドン市もそういういい話が全然ないですよね別に秋篠宮家を僕は批判するつもりはないですけどやっぱりこうなんですか東大に行くようなところ人がいっぱい行くような高校に行かせるっていうのはどうかなとこう思いますね。正直な話ねあの高校だけでねいきなりこうな東大に行くっていうのは多分ほとんど無理ですよね。 まあ皆さんご存知でしょうけど大体あの塾とかね課題教師とかそういう補助的な手段っていうんですかそれを目いっぱい使っていかれる方がほとんどですよねだからたまにはいますよあの学校の授業だけで行きますとかねそんなね稀な例はほとんど稀ないとごく僅かいですよ。そういうバックアップの姿勢がちゃんと整えた上で行かれるんだったらいいと思うんですけど何をねなんかね高校はここでええやろうみたいな感じでね生かしたらそれはかわいそうですよ。 本当にね悠仁さんの,の,の、ね、写真なんか見ても本当苦しそうでね僕はもう胸が締め付けられるようですよ。かわいそうやなと思いますね。まあそ,れもれまあ、それも試練なんでしょうけどもまあ本当ねすごいかわいそうだなと思って僕はずっと見ています。だから本当に将来の天皇陛下はね例えば東大に行かせると仮にするじゃないですかそしたらン振りがあるんですよねン振りがあったらまた内部ではまた競争するわけなんですよ。 そんなことさせるの、お前らと。そう思いますよ、正直な話。それは違うやろうと、こう思うんですよね。だから、あの、どう言ったらいいのかな。あの、学部でもね。天皇陛下は行かれる学部も限定されてると思うんですよ。やっぱり、あの、政治には関わりがない学部っていうのが大前提としてあると思うんですよね。ですから、あの、例えば、そうやな、普通に、普通な感覚で言うんだったら、文学部か理学部か、そういうことになるんじゃないでしょうかね。 そうねそうなるんですからそんなね理学部例えば東,東大でね理学部行こうと思ったら理科一治か理科二医でしょそんなやっぱ心振りがあるじゃないですかそんなとこに悠人さんを行かせるのやっぱ教師の中に意地悪なやつもいるでしょうからこいつは悪い点数にしたろうとかそういうやつ絶対いますよ東大だったらねそんなね入ったらもうそれで大体順当に卒業前できるっていう学部じゃないとダメですよね。 なら東大法学部が東大医学部かみたいな、そんな話になりますよね。それはちょっと極端な気がするんで、やっぱりこう、なんかもうちょっと思いよりがあったらなと。そう思いますね。まあ、今からこんなこと言っても仕方ありませんけど、いや、やっぱり何にしてもダメだな。やっぱ岸田さんが東大コンプレックスなことだと、こう思いますね。そうじゃないと、日本の政治がどん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 おかしくなってしまいます。でもね、今後のことを考えながらね、こういうことを言えるんですよ。どういうことを言えるかっていうと、やっぱりね。 あの内閣支持率が今低下してますよね。これ自民党の支持率も低下し始めればもう年明けには辞任ということになると思うんですよ。まあ、解散は多分できないと僕は思ってます。理由は簡単でねやっぱり、あのー、統一教会の問題を置いといてもね物価はこれだけ上がってるのにねなんかみんな落ちるの決まってるじゃないですかだからね内閣支持率も,もっともっと下がれと思って僕は思ってるんですよね。 やっぱりチャンスが生まれるんじゃないかなとこう思ってます。でこのまま行ったらどっちにしろ茂木さんとかねいろんな意見ありますよ。でもそんな茂木さんでねそんなひど,いひどい状態に突入した場合耐えられないですよ。自民党が壊壊してしまうんでまあ別に壊壊してもいいんですけどね。あそんなんやったら高井さんに一面一ぺんやらせるかっていう話に、えー、話が流れればなと思ってここらから期待してます。まあ今日はこのぐらいでよろしかったようはご視聴そしてチャンネル登録もぜひお願いします。 あ、本当に助かってますありがとうございますこれからもよろしくお願いしますというわけで今日はおしまいしますねじゃあ失礼します